カラス雑談誕生日打ち上げでの間違ったサービス精神。こんばんは、達也です。今日は9月6日、先週からの怒涛の予定激務、昨日で一旦落ち着いて、今年も残り4ヶ月、1年の4分の3が終わりました。ほんとバタバタした1週間ぐらいだったかな。まずですね、先週の土曜日日曜日、9月2日と3日で、僕のバースデー2デーズライブ、2日間やったんですね。初日はワンマンだったんですけど、新曲を1曲と、ノリノリのイエイイエイの新曲を1曲と、あと今のアコースティック形態になって初披露の曲を2曲かな、全部で3曲初披露の曲やったんですね。あと僕の、生でライブ見られたりとか、あと SNS 見られた方は分かると思うんですけど、2日間限定でね、うちのクロカンズのステージの後ろの壁、ほぼ全面ぐらいのめちゃくちゃ大きいバックドロップ作ったんですね。そんなんやったりとか、さか初披露の曲3曲用意したり、あと俺とマーフィーで2日間で衣装を変えたりとか、初日ロックっぽくて、2日目2人とも浴衣とかジンベエにしたりとか、もうなんかね、思いつく限りのことをもう全部形にするっていうのがテーマだったから、もう準備もたくさんしたし、俺とマフィーの予定が合う範囲で練習もたくさんやったし、それでもまだなんか足りひんぐらいだったけど。で、アコースティック初めて、この1年間の中でなんか自分のスタイルね、自分だけのって言ったらオーバーやけど、自分のスタイルをずっと模索してきて、なんかいろいろこう試してみたりとか、なんかそういうことの集大成を披露するっていうのがテーマだったんですね。で、ワンマン、アコースティックのワンマンで言うと、いつや、去年の12月やから8ヶ月ぶり、9ヶ月ぶりか。ワンマン難しい部分もあったけど、やっぱ面白かったですね。今思うと構成とか起承転結とかつけたり、そういうの考えるの大好きやから、面白かった。で、翌日9月3日が、この日は、今度イベントですね。で、なんかこの重曹クロカンズで知り合ったアーティストさん2組と、あと、昔からの後輩、知り合いに1組出てもらって、俺らも入れて4組か。あとね、セットリストも、めっちゃノリノリで固めてたし、やり慣れてる尺でもあったし、演者さんが俺の出番までに、たくさん盛り上げてくれて、自分的にもなんかこう、すごく達成感を感じれてライブでした。9月2日、9月3日、会場に来ていただいた方々、本当にありがとうございました。でね、本題ですけど、この日打ち上げね、もしね、自分がスッキリできるライブができたら、もうこの誕生日の9月3日の打ち上げはもう気絶する勢いで飲むって決めてたんですね。アホでしょ、本当に。
で、乾杯の温度、ステージに上がって乾杯の温度を取る前に、今日は全部一気で飲み干しますって、そこにいる全員の前で宣言したんです。ねえ。ほんと。誕生日早々何やってんだって感じですけど。でもそっから飲みまくって飲みまくって、もうほんと、なんか若干記憶も断片的で。でね、最後の方とかも共演者の人をね、ステージに上げてミニライブやってもらったりとか。でも飲みまくってもう、なんか、記憶も途切れ途切れで。今思うとなんかね、ちょっと怖いんですけどね、なんかそういうの。なんか朝まで飲んで、途中で寝てたような気もするし。でもなんかね、個人的な感想なんですけどね。本当にこのライブ、二日間のライブ、準備段階から、と思いつくこと妥協せずに、フルスイングで今回、挑んで。結果はもう全然まだまだなんですけど、気持ち的にはやりきった。気持ちはあるかな。なんか、だからもう飲んで潰れてもいいやって気持ちになったような気もする。なんか自分の誕生日って、こう、いろんな人に、まあ、今回でもね、なんかこう、お祝いしてもらうじゃないですか。で、もうそのね、ほんと二日目の打ち上げの時、ほんとたくさんの人いたんですね。で、多分ね、勝手な、過剰な、間違ったサービス精神が働いたというか、なんか誕生日で主役というよりは、もう、バカな僕を見てもらって、なんかね、笑ってもらいたかったみたいな。なんかその時そこまで考えてなかったかもしれないけど、感謝の気持ちを間違って表現してたかもしれんけど、なんかほんとね、もう飲みまくってね、床とか転げまくってね、いろんな人笑わしまくってね。で、なんかこう、途中寝てるみたいなね。なんか誕生日は周りの人に感謝の気持ちを伝える日、なんじゃないかなと。SNS でもね、あと直接でもお祝いのメッセージ、いろいろいただきましたよ。本当に感謝してます。で、ここからの僕の一年もしっかりチェックしておいてください。で、それ終わって翌々日、昨日は、日帰り弾丸で東京出張で打ち合わせ行ってきて、ヘロヘロ出したけど。はい。では宣伝です。まず、達也13年ぶりのアルバム制作の資金の支援の件ですが、現在延べ32名の方に19万7千円を支援していただきました。本当にありがとうございます。で、受付がもう9月7日、もう明日で最後です。深夜23時59分で終了なので、何卒よろしくお願いします。あと、バースデーのライブの2日間で販売したチェキをね、残りをちょっと、本日の22時より通販で販売します。こちらもよろしくお願いします。あと最後の今年最後のワンマンライブを12月9日クロックアンズでやります。詳細概要欄をチェックしてください。バタバタの1週間でしたけど、充実してました。今夜は以上です。達也でした。おやすみ。